しき地の深みへ。ここで我は己を知るのじゃ。武士道というは死ぬことと見つけたり、我がこの地におるのはそれゆえか。そう解かれ、そう読みを耐えるのじゃ。
び読みを忘れ去ったアリシヒへと我を誘う。ではお主の思う女をただ一人永遠の道を歩ませるのじゃね。添い遂げたい思いは大いにある。されど我は義の道を志した身だ。ではお主は誓いを破るのじゃな。またしてもまばゆい幻。欺かれはせぬぞ、読み。
前に進むことができようぞ。この亡霊ども、我が過去に斬った者どもの顔をしておる。この者どもは手に入らぬ平穏を探しておる。怪しき美しさよ、核のごとき浅ましき地にありても。
その先へ向かうは身の毛もよだつ思いじゃ。笑わ遊びはしまいじゃ。去る時が来た。読みが許すならばじゃ。意味ありき文字。しても奇怪な早道などありえぬ。仇討ちを望むのであれば、yeah。
虫に食われた木のごとくこの地は崩れゆく。我が失ったものの幻、さらなる欺き、まやかしじゃ。我が過ちで皆が多大なる害を被ったは事実。斧が身の身を憐れみよって。
りがお前を迎えようとしておる。いよいよこの腐った騎士を去る。なすべきことをなすのじゃ。目先ばかりの義務だ。お前を囚われの身にするだけじゃ。二人はお前を迎えようとしておる。いよいよこの腐った騎士を、なすべきことをなすのじゃ。目先ばかりの義務だ。お前を囚われの身にするだけじゃ。私は見飽きた。
しは見飽きた。黄泉こそお主の幻に飽きておる。お主は己の真の姿を受け止めねばならぬ。ならば我らは何じゃ、ヒロキ。何者なのじゃ。我らは別れ欠けておる。それゆえに我らはあの輩に二度も敗れたのじゃ。我らはカゲロウにとっておののくべきものではなかった。愛がお主を縛り、義がお主を縛り、憎悪がお主を縛る。一つ一つが相反する者同士、和を保つには未だかなわぬ思いを遂げね。まことにお主を導く者を知ることじゃ。たとえ我が命が尽き果てようとも、拙者には義しかござらん。許せ、舞子。安らかに。誓いは破りませぬ、先生。皆が拙者を必要としております。黄泉より放たれし時来たり、我は我らのため行け。